当局の発表を鵜呑みにして報道するだけのマスコミ、ブラフであると知りながら情報を操作し利益を上げる。それが彼らのやり方だ。マスコミが何を望み、何を試そうとしているのか、それは彼らの夜の生活を覗き見ればいい。快楽に溺れた己の所業を客観視する能力すら持ち得ず、ただひたすら愚かな一般大衆をあざけり続ける。三大ネットワークの会長である片倉が高級料亭にて会食を続ける連中をあげつらうだけでも明白だ。連合与党の党代表クラスは優に及ばず、各省庁の高級官僚の電脳や擬態のパテントを牛耳る多国籍企業の幹部連、片倉に真実を報じる気概など毛頭ない。あるのはただ己の帝国を維持し続けたい欲求のみ。アジア系難民による庁舎襲撃がかなりの規模だったことを物語っています。手ぬるい。これでは何も終わらせることなどできない。また何も始まりはしない。リセットザワールド。本当の敵はマスコミだ。奴らは当局と手を組み、声高に正義を気取る。だが奴らは知らない。ここに全てを知る者がいることを。真実を知り、なおそれを貫こうとする強固な意志が存在すること。奴の処刑を急がねばならない。それが真実を知り、その探求のためには死をも厭わぬ者に与えられた使命だ。